お疲れ様です。はい。撮影です。撮影。はい。ちょっと油断してますね。言ってよ。いや、ちょっといつもと違うパターンですけど。ああ、なるほど、ね。はい。ちょっと久しぶりに会ったんで。しばらくいなかったから、ね。いなかった、ね。なんでいなかったかっていうのをちょっとね、今日はいろいろ聞きたいんで。なるほどね。はい。じゃあその辺について話していこうか。はい。あれでしょ？世界一周旅行の船の案件の話だよね。そうです。じゃあちょっともろもろ話しようか。はい。はい、まあ、ということでね、多分竹田君が聞きたいのは豪華客船のね案件の話だと思うんだけど、まあ、ちょうど今日帰ってきたんだよね。そうですね。日本に今日帰ってきていきなり撮影の仕事をね振られてるっていうもう鬼ハードワークな状態なんだけど10日間ぐらい世界一周の船にちょっと乗らせてもらって、まあ、そこの PR 案件を進めていったというところで、シンガポール行ってシンガポールから船に乗って、その船の中で撮影しながら日本に帰ってくるっていう案件の流れだったんだけど、相当ハードだったんだけどめちゃくちゃ楽しかった。もしかしたらさ、この動画見てる人でいやお前嘘だろって思う人もいるかもしれないから、ちょっと証明しとくけど、まあ、こんな感じでいろんなとこ行ってたと。でもこの船に実際乗ってこの仕事を進めていったという感じなので、実際にその世界一周の船のね案件を進めてきたんだけど、そこでね結構ねいろいろ思うことがあったんだよね。何かっていうと、やっぱ動画編集とか動画関係の仕事っていいなっていうことをすごく思ったと。なんでその辺をねちょっともろもろ今日話していければいいんじゃないかなと思うし、かつなんでこんなよくわかんない案件が今俺取れてるのか、仕事としていただけてるのかみたいな話もちょっと今回していこうかなと思うんで、その辺もねめちゃくちゃ勉強になると思う。なかなか仕事取れてないなとか、月5万10万達成するときにハードでつまずいちゃってるみたいな人がいたとしたら、多分今回の話聞くと結構仕事を取るっていう上でもめちゃくちゃ勉強になると思うので、ぜひね今回の話最後まで聞いていただければなと思います。まあ、じゃあ実際に船で仕事できたのかっていうのを聞きたいんで、うん、1日どういう感じでスケジュール組んでたのかなっていうのをちょっと教えてほしいです。はい、面白いのが世界一の船だから、はい、バカでかいの。トータル2000人乗ってる船だったね。だからまあその一室をね仕事として、まあ、入らせてもらって、うん、まあ、そこでね寝泊まりとかしてたんだけど、まあ、朝起きてタスクを整理して、本当ね一日中撮影とか集まってる感じだったの。なんでほぼほぼ撮影もしてたんだけど、今編集は俺はしてないけど、動画関係の仕事とか編集のディレクションとかね、 YouTube 運用のね連携の部分だったりとか、あとはねクライアントワークみたいなところは今でもやってると、はい、なのでそれのやり取りもしなきゃいけなかったから、まあ、そういう時間も確保しながらやってたと。だいたい朝7時ぐらいに起きて朝ごはんをねビュッフェ食べ放題だった。おー、いいですね。ビュッフェっていうか食い物ほぼ全部食べ放題みたいな感じで、はい、まあコースとかなんかビュッフェとかあったんだけど、まあ、そこで、はい、まあ、食べてたと。タスクまとめて朝食べて撮影がガーってして、お昼ぐらいちょっと1回時間を1時間半からぐらい作ってもらって、はい、でそこで他の案件のやり取りとか連絡を取ったり続けたりとかすると、うん、衛星 Wi-Fi が繋がってる船だったから、要は仕事できるの Wi-Fi で普通に、海の上とかのさ、あの電波届かなかったりするんだよ、あの普通の電波がね。けど Wi-Fi で仕事できたから、 だから全然問題なく Zoom もよくしたし、うん、普通にねやり取りできてた。僕もりょうたさんと Zoom したりしてたんで、そうでしょ、そうそうそう、ちょっと時間の時差のズレとかでご迷惑をおかけしましたけどだけどまあできたとね、はい、いうところで、まあ、実際にそんな感じで普通にね仕事ができたという状態です。その後もガーッと撮影が続いたりインタビューが続いたりとかして、夜の6時ぐらいまでかなやって、7時ぐらいまでかな他のまた連絡の確認だったりチャットをバーッと進めて、8時か9時ぐらいに夕食を食べに行って、これもただです。おお、そう、制作チームのメンバーで会話してちょっとお酒飲んだりする日もあれば、普通に打ち合わせして終わる日もあればみたいな感じの一日の流れ、うん、なんで結論ね、動画編集のスキルとかディレクションのスキルとかね、 YouTube 運用のところとか、まあ、組織構築して案件を推し進めるみたいなところのスキルとかノウハウがあれば、船の上でも仕事できんなと思ったよね。どこでも仕事できますとかよく言ってるじゃん俺。動画編集でカフェでもできる、家でもできる、職場でもできる、山でもできるみたいな、海の上でもできました、はい、もう全部できますね。できましたね、はい、編集は今やってないんだけど、まあ、動画に関わる仕事っていうことで言うと、まあ、結構できたというところで、うん、なんか俺さ今までずっと店舗に箱詰めみたいなお仕事したわけよ。どっちかっていうといろんなところに動きたいタイプだったから、うん、すごい窮屈に感じたんだよね。もっとなんかいろんなところに行く仕事したいなとか動き回りたいなってずっと思ってたんだけど、それの最上級みたいな仕事したから海の上でできんだ、はい、そういう経験という人はねすごいね良かったし、あと夕方になるとサンセットすごいの。それを見ながらタスクの整理とか連絡のやり取りとかをしてるときは、はい、こういう人生もいいなと思ってそれはあくまで、まあ、そういうのもいいなっていう感じぐらいなんだけど、でもね本当にいい経験になったし、まあ、先ほどもそうだし、まあ、スタッフのみんなにも撮影に行ってもらう形になると思うんで、まあ、そういう経験がねできるっていうのはめちゃくちゃいいことだなと思うし、船に乗ってる人はねなんか100日間ぐらいみんな乗ってるんだけど、僕らはね大体1週間とか、まあ、5日間とか10日間ぐらい乗るみたいな形で今進めてるから、まあ本当に、ね、短い期間であるんだけど、まあ、そういう経験もできるし仕事もできるっていうのはめちゃくちゃいいことだと思った、うん、動画編集っていうスキルが求められてて、かつパソコンで完結できるとかね、そういうのがあるからというのが可能なんだなっていうのを改めて実感したね。なんか今の感じだと撮影と他とのやり取りで結構一日終わるみたいな感じだったと思うんですけど、うんうん、リフレッシュでここにこう空いてる時間行きましたとかそういうのあります？あ、前提、はい、今回一番最初の立ち上げというかこう最初のタイミングだから、まあ、とにかく撮影室を撮ろうっていう前提があったから、うん、めちゃくちゃ忙しかったっていうのが前提なんだけど、だけどその曖昧まで例えばサンセットが見える端っこの位置とかに行ってね、それを見ながらなんかタスクの整理したりちょっと一息ついたりとか、あとはビュッフェとコースがなんか何か所かあるんだけど全部食べ放題なの。なのでそこに行って、まあ、みんなでね食事したりとか、あとカラオケバーとかもついてたりするんだよ。サウナもあるんだよ。
え、すごい。お得意のね、お得意のサウナ部から、はい、だからそういうところにも行ったりとかして、前までねリフレッシュしたりとか、うん、休憩したりとか、まああとはねちょっと仮眠取らしてもらってましたな。なんか船酔いがすごくて、はい、一時その時とかはちょっと休ませてくれって言って自分の部屋で寝てたりとか、はい、自由には結構ねできてるから、うん、今回立ち上げもあったからねすっげえ大変だったけど、次回以降みんなに行ってもらう時とかはこの時間は他の案件のちょっと時間使わせてくださいとかっていうのも事前にその担当者の方と話してて、みんなが行く時はもっと楽になると思う。俺だけ本当にね鬼労働してきたからそれでねリフレッシュの時間とかね、自分たちがいいなと思うような時間を過ごせるような形にしたいなと思ってるよね。ちなみに一番良かったところって何ですか？まあ、サンセットじゃない、やっぱ本当にすごかったから、本当ね感動するよね。なんか例えばさ、仕事ですごい大変だったりとかさ、ムカつくこととかもあるじゃん、はい、人間なのね。悔しいなとかさ、クライアントから言われて悲しいなとかさ、上司から詰められてとかさ、いろいろあるじゃん。だけど俺ちょっとその時想像したのは全面海なわけよ、超でかいわけよね。あのちょっとムカつく人もこの海に落としたらどんだけちっぽけなんだろうかみたいなこととかまあ、ね。良くない思考だけど、考えたらやっぱ視野が広がるというかね、なんかこう小さいことにとらわれすぎてる自分がなんかちょっと、ね、広く感じるというか、うん、そういうこともすごいあったりとかして、なんでサンセットとか海がバッとよく見えるところは本当に良かったかな。あー、いいですね、うん、なんかね結構みんなね行ってほしいかもしれない。結構貴重な経験だった、うん、この船に乗ってこう旅行するみたいなこう環境とか、自分が今まで見たことないような環境だったからね、すごい面白かったよ、はい。あとはみんな結構気になってると思うのが、なんでこんなよくわかんない案件の仕事が取れてんのってことだと思うんです。そうですね、どのルートでこれ取ってきたみたいな、はい、それちょっと話そうかなと思う。まあ写真出てるから調べたらね、このどの船かとかも分かっちゃうんだけど、先方からもね、あ、全然出していいですよって言われてるから、まあいいんだけど、一応ね名前は伏せておく。でありがたいことに月額でいただいた金額もね、かなり大きい金額をいただいてますというところで、本当にね ありがたい案件ではあるんだよね。でもそれはどうやってじゃあつながったかっていうところの話をしていきたいんだけど、まず動画編集者だったらさ、クラウドソーシングをうまく活用して仕事取ってきます、うん、SNS で DM 送って仕事していきましょうっていう形もあると思うんだけど、今俺がこの受けてる船の規模感とか金額のデカさとか含めると、おそらくそういった DM とかじゃ無理な金額感とか規模のデカさ、そういう会社って一定数もうつながりがあって信頼関係があったり、信頼してる人の紹介じゃないと単純な営業でから仕事をねお願いするってことがほぼないケースが結構多かったりするんだよね。もちろん企業によっては全然違かったですよ。 YouTube とか SNS の分野っていうのは比較的入り込みやすいから全然そういうのもあると思うんだけど、基本的にはその会社は外からの営業とか受け付けない会社なんだよね。俺はたまたま2年前ぐらいに最初に知り合ったちょっとインフルエンサーっぽいいろんなプロデュース業をやってる人がいるんだよね。でその方と2年前ぐらいに知り合ってて、でも全然正直ね仲良くなかった、当時仲良くなかったというか別に仲良くなる機会もなかったんだけど、俺はすごいね丁寧にいろいろ対応とかしたんだよね。その人飲食店もやってるんだけど、はい、その人の飲食店に行った時とかもごちそうさまでしたって連絡をインスタから送ったりとかね、うん、僕の先輩がその方とすごい仲良くしてて、今回の仕事をつないでくれた方がその先輩にこういう仕事があってこういう風にしたいんだけど誰かいい人いないかなっていう相談が来たわけよね、うん、だったら一回会ったあいつめちゃくちゃいいですよってその先輩が僕のことの名前挙げてくれて、でその人はあそうなんだと、じゃああの子だったら確かに安心だねっていうことで、じゃあ実際にちょっと一回会いましょうってなって会って案件が決まるって感じだと。結論何かっていうと、やっぱオフラインでの立ち回りだったり仕事のつながり方の部分でそういった仕事を獲得できたというところになるという感じだね。もちろんさオフラインが重要とかっていうのも分かってるじゃん。だけど細かいところの連絡とかはやっぱちゃんとするようにしてる。この間ごちそうになったら必ず送るとか、次会った時にもあこの間ごちそうさまでしたって言うとか、もろもろそういうね連携みたいなのをちゃんとしてるから好印象に持ってくれたと。でしかもその人に最初僕が言われたのは、もしかしたら御社の希望するような単価にならないかもしれないって最初言われてた。っていうことはもしかしたら例えばだけど、うちの会社で今受けてるさ平均単価みたいなのとか大体これぐらいで受けてるよみたいなのを多分先輩から聞いてたんだね。それよりも低い額におそらくなるだろうって言われてたんだね。こういう時さ、よくある対応の仕方してしまう人とかだと、例えばいやうちこれ以下だとちょっと受けられないんでとかさ、まあいろいろそういう対応ってあるじゃん。それも一個正解ではあったりするんだけど、ブランディングの仕方によってはね。だけど僕としてはどんな小さい案件でもやっぱ大きなことにつながったりとかさ、何か価値提供することによっていろんなものにつながる可能性があるっていうところが前提にあるから、なるべくうちの会社で対応できるものに関してはどちらかが必ず譲歩して、じゃあこの金額までだったら行きます、この金額だったらうちだったらこれが最善なのでこうしましょうみたいなのをめちゃくちゃこう丁寧にやるようにするんだよね。なのでまあ今回もそれをやったと、しっかりそこでね価値提供したら単価も上げていくことができるってことを考えてたから、それでその仕事の話は進めていったと。ってなった後にその人とその今回の船の会社と打ち合わせするってなった時に、提案資料みたいなのを僕がガーッと作っていって、めちゃくちゃ細かく作ってた。最初の段階ってさ、正直めちゃくちゃリサーチしまくってどんな動画を出しますとかっていうのを細かく提案するとかってしないじゃん。だけどその会社は新しいことやることにすごく心配だったりとか不安感を抱えているような印象をすごく受けて、なので仕事をまだ確定してない段階でリサーチシートっていうのを僕ら作ってるんだけど、それをめちゃくちゃ細かく、ベンチマークのチャンネルはこれでとか、こんな感じの企画でとか、じゃあ各コンテンツね、僕らはねヒーローハブヘルプっていう風にコンテンツを結構分けてたりするけど、どういう動画がじゃあ認知の動画で、どういう動画が教育の動画で、どういう動画でじゃあみんな刺しに行くのみたいなところとかを細かく説明して、 YouTube だけじゃなくてこういう SNS もうまく活用してこういう風に認知をこうしますみたいなのをわーって説明したの。そしたらすごいそこに感動
動してくれて、むしろこちら側から提案した金額よりももっとがっつりやってほしいから、この金額でやってくれないかって最終的にめちゃくちゃでかい金額になったっていうのが結論なので、世界一周の船の案件って聞くと見るからに単価高そうな雰囲気するじゃん、ね、入り口は全然そんなことなかったよ、なんならちょっと安い感じになっちゃうかもしれないっていう、その繋いでくれた人はずっと言ってたんだけど、まあ最初ねそういう細かい丁寧な対応とかがあって、まあそういったガーンという大きい案件になったり、こういう面白い仕事に繋がったというところがあります。なので結論から言うとね、難しいことはしてなくて、どんな小さな案件でもしっかりとこっちから対応するような誠意を見せるっていうところと、あとはしっかりとリサーチして相手の悩みが何なのか、どういうことをしたら相手の悩みだったり課題を解決できるのかっていうのをしっかりと提案する、この2つを本当に徹底してやったっていうので今回の案件になったという感じになります。これが繋がるかどうかもわからんみたいな時から丁寧に対応した、だから今があるみたいな感じだね。なんでこれはもうビジネスマンのとしての立ち回りみたいなところにもなってくるかもしれないから、動画編集云々みたいなね、ところだけの話ではもちろんないんだけど、そういう流れでね今回の案件が決まったというところですね。僕来月行くんですけど、亮太さんの一発目の大変さがあったんで、その後は僕たちもうまくやれると思うんで、うん、まあ、その会社もすごいやっぱね皆さんも戦闘力高いというか細かいところをやっぱ詰めてくる方たちだったからね、すごいありがたかったんだけど、最初やっぱすごい大変だったけどね、うん、スタッフのみんなにね枠組み作ってね渡していきますよ。僕も夕日を見ながら仕事しますだけどちょっと取ってきてよ。そうです ね、なんか取ってきくるのいいよね。確かに時間とか全然あるんだったら僕もなんか、うん、時間作れるように先方と話してるから、ちょっとそれで取っておこうか、僕の一日、うん、ちょっと出そうか。そうですね、ついにデビューですか僕。そうだね、でもそろそろ新しくねうちの会社のチャンネルを立ち上げようと思ってるから、そっちの方で出そうかな。それはちょっとね、はい、後々告知しようかなと思ってるんだけど、はい、まあそんな感じでね新しいチャンネルとかもどんどんやっていくんで、そこでちょっと出していこうか。はい、ということでね今回は結論、世界一周の船でも動画編集だったり動画関係の仕事できましたというところで、そういう経験をしたというご報告でした。なので動画編集面白いなとかね、フリーでパソコン一つだけでね仕事できるのいいなと思った方はですね、必ずチャンネル登録と高評価してほしいのと、あとはねこういう経験積みたい、僕もこういう仕事してみたいとね思った方はですね、ぜひ概要欄の公式ライン登録してもらえるとですね、こちらの無料の特典がバッと受け取ることができます。これはね受け取らないと本当もったいないですからね、無料で受け取れるうちに受け取っておきましょう。本当ねそろそろこのプレゼントも新しく変えようと思ってます。新しく変えてしまったらこのプレゼント全部受け取れなくなりますので、ぜひね概要欄の一番上のリンクから公式ライン必ず登録するようにしてください。ということでちょっとなんか今回学べる内容もまあ一番あったけど、うちうちの話になっちゃったけどね、夢ある話でしたね。動画編集とかの仕事は自分が今まで知らない世界とか業界に入り込める仕事だから、うん、面白い。本当にめっちゃ人生の勉強になった感じあるもん、うん、見たことない光景とか、100日間のクルーズってなんかどんな感じになってるのみたいなあるじゃん、世界一周してみたいな、はい、そうですね、超面白かった、うん、でこういう経験をねもっとスタッフとか仕事をお願いしてる動画編集さんとかね、もっと味わえるような、ね、環境を作ったり面白い仕事をねしていきたいなと思うんで、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録高評価必ずしてください。では今回の動画は以上になります。それでは。